二条家宮自体は、公家の御設家の一つで家族の公爵家の一つである。別称は、道田殿。藤原氏北家九条流。鎌倉時代、九条道家の次男二条良美が、二条、富野工事の邸宅を二条殿と称したのが、加盟の由来。家紋は二条富士。鎌倉時代末期の原稿の変において、五代醐天皇の関白二条道平が、倒幕関与の疑いを受けて、 鎌倉幕府より、中野院前行投資村深ため家督の処分を受けて二条家は一時断絶の危機に陥った。続く南北朝時代に一時分裂したが、北朝方二条、吉本の下で勢力を取り戻し、吉本は順三校にまで上り、三大将軍、足利義光を指導した。吉本はまた、連画形式の完成者として、筑波州などの変著があり、 また、猿学の大制者である神阿弥、ゼ阿弥不氏を見出すなど、文化人としても日本史上の重要人物である。戦国時代の当主二条陰謀は、大内義隆を頼って、相王国山口に滞在していたところ大明寺の変に巻き込まれて殺害されている。九条家に、京京、一条家に、別が養子入り、そして、信房が、高塚酒を再興した。 江戸時代の家録は1700だった。足利義満の返記を受けた二条万はじめ以来、足利将軍家を呼び、徳川将軍家から代々返記を受けており、御石家の中では最も新幕派とされる。また、史上最後の関白を出した家でもある。ただ、江戸時代においては19代、吉忠が関白に就いた後、26代、成行が、 関白に就任するまで、実に126年間にわたり、摂政、関白、富士市長者を排出することができなかった。これには、当主が若くして皇居したり、天皇、石家並びに、将軍家より、関白の器ににあらず、と評価され就任を拒絶された23代当主、春鷹などがおり、新幕府派でありながら、決して優遇されていたというわけではない。 明治以前の即位式において、新天皇に感情を授ける即位感情の儀を、司る役目は、室町時代以後二条家が独占していた。江戸時代、当時の設計最大の実力者とされていた、この江元弘が本来は、摂棺家すべてに即位感情の礼式が伝わっていること、先代当主の二条、公平の創生で礼式が絶えたことを理由に二条家の、 独占を継続すべきではないと唱えた。これに対して、霊言条項は他家にも伝わっているにもかかわらず二条家の独占になっているのは相応の理由があるからであるとして、たとえ二条家当主が現職の摂関大臣でなくても即位感情のみは二条家当主が行うこと、もし当主が幼くして二条家を継いだ場合には、儀式の秘宝を知る。 もう一人の存在である東大の天皇が責任を持って当主に伝授することを裁定して公式に二条家の独占となった。江戸時代の屋敷跡地は京都御苑の区画外に位置していたため他の四家の摂政関白化とは異なり公園とはなってはおらず同志社女子大学の校内となっている。維新後二条元博が公爵に除せられた。また、 明治35年には二条聖マロが文家の断尺化を起こしている。江戸初期には京都御所南部にあったが後に北部に移転した。現在は同志社女子大学今出川キャンパスの敷地の一部となっている。茶室は同志社大学に移築され、2018年現在も保存されている。マンドコロ店と表門は随心院に移築され、それぞれ栗。 総門として使われている。二条領儀二条氏、中二条賢紀二条道平二条吉本二条氏、両二条氏、次二条万期二条持期二条持通り二条正氏二条、なお元二条陰謀二条晴れ吉二条秋真二条、行動二条公平二条公平二条吉忠二条、総広二条周紀二条十両二条春高二条正通二条忠信二条、 なりゆき二条元博二条後期二条、ひつき二条元博。ありがとうございます。